い、こんにちは。事業専門税理士神奈美です。本日の動画はですね、いよいよインボイス制度が令和5年の10月の1日からスタートする予定となり、期間が迫ってきました。今回の動画はですね、売り手側買い手側としての準備を何をしていけばいいのかについて動画で解説をしていきますので、動画最後の方までぜひ見てください。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。動画内で紹介したものなど必要な情報はすべて概要欄にリンク貼ってありますので、概要欄の方一度チェックしてみてください。それでは本日はインボイス制度についての動画になります。一緒にしっかり勉強していきましょう。はい、インボイス制度がいよいよスタートということで、事前準備編の動画解説していきたいと思います。本日の内容になります。今年の10月からいよいよ新制度、インボイス制度が動き出します。インボイス制度もうね、登録してるって方多いかとは思いますけど、まだ登録されてないって方もいるかもしれませんね。まあ、とにかく新しい新制度ということで、何かしら皆さん迷うことが多いなというふうに感じておりますので、今度はですね、ちょっと切り口を変えて、売り手としての準備は何をしていけばいいのか、買い手としての準備は何をしていけばいいのかについて動画で紹介をしていきます。そして最後、注意点まとめというような流れで本日は進んでいきますので、ぜひ動画最後まで見てください。まず最初になんですけども、登録をするのかしないのかについてはですね、過去にたくさん私インボイス制度の動画を放出しております。こちら、インボイス制度無登録な人、 OK な人はどんな人、どんな取引先なら無登録でもいいのか、この動画2つぜひ見てください。またインボイス制度に関するその他関連動画、インボイス制度の申請の書き方、申請書の書き方がこちらの動画ですね。その他関連ね、重要なものが動画にされてますので、しっかりと皆さんこの他のインボイス制度の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。では本日の内容ですね、こちらのね、登録するしないはこのような過去動画にありますので、今回は売り手としての準備何をすればいいのか、買い手としての準備は何をすればいいのかを解説していきます。はい、まず売り手としての準備です。この売り手として準備っていうのはどういう箇所、どういうポイントで言ってるかと言いますと、ここに自社がいる、要は自分の自営業、まあ、経営者の方がですね、自分のビジネス、お店がこちらだと思ってください。そして取引先がいると思うんですよ。要は売り手として取引先がいる、まあ、この取引先から売り上げが上がる、まあ、お金を払ってもらうということですね。この売り手としての準備、インボイス制度、どういったことを準備していけばいいのかを順番に見ていきます。まず一つ目にすることが、取引先ごとの交付書類のチェックをする必要があります。これどういうことかと言いますと、皆さんがね、取引先が1社ならいいんですけど、1社ってことはね、なかなかパターンとして少ないと思いますので、取引先って何社かあると思うんですよ。この取引先ごとにですね、交付してる書類ややり取りしてる書類がまちまちだったり違ったりする場合っていうのが多々あるんですね。具体的にどういったことかと言いますと、請求書、納品書、領収書とかですね、この取引先とはデータで取引をしてるんだけども、この取引先とは手書きの領収書を送ってる、郵送しているっていう場合など、取引先にごとによってですね、足並みが揃ってないってことがあると思うんです。ですので、一回自分のこの売り手側、要は売り上げが上がる取引先がどういった交付書類をどのような方法で今まで出していたのかというのをチェックする必要があるってことですね。そして取引先ごとにどんな書類をいつに送っていて、手書きなのかデータなのか、納品書があるのかないのかっていうのを一旦洗いざらしに出すことをおすすめします。そしてそのね、取引先ごとにどんな書類を出せるのかチェックしたら、次の第2段階です。これらの書類がインボイスの要件に該当するには、どのような情報を追加すれば要件をクリアすることができるかということを検討していかなければなりません。手書きで渡しているところにはですね、その手書きで書いている領収書に手書きで番号を記載するのか、それともね、今後は何かの方法を変えて印刷していくことにするのか、いろいろと考えなければいけないことが出てくるはずです。またデータでやり取りしている取引先さんの場合でもですね、対応しているソフトを導入するのかしないのかによってまた変わってくると思います。ですので、この一番のまずね、どこの取引先がどのような書類を出しているのかをチェックをかけて
て、次にそれらの書類をインボイスの対応要件に該当するにはどのような情報を加えればいいのかというのを検討する必要があります。じゃあこのインボイスの要件を満たした書類というのがどういったものなのか、次のスライドで見ていきます。こちらがインボイス、要は適格請求書と呼ばれるものの要件です。この適格請求書というのがインボイス制度のインボイスのことだと思ってください。ここはイコールです。そしてこのインボイスになっている領収書、請求書、納品書には何を記載すればいいのか、要件が1から6番まであります。こちらのね、表分かりやすいんですけど、国税庁から持ってきた表になります。この適格請求書の1から6の要件を満たしていればインボイス、要は適格請求書の要件を満たしているということになります。そしてですね、こちらサンプル例の請求書が記載されているんですけども、実は様式は自由です。この1から6の要件さえ満たしていればですね、どんな様式でも構いません。ですので手書きが NG ということではないんですね。絶対にこの様式ひな形じゃないといけないというルールがないという点だけね、そのポイントだけ押さえておきましょう。それではこのインボイスの要件を満たしたもの、要は今まで自分たちが作っていた書類に何を加えればインボイス、要は適格請求書になるのかというのをチェックしなければいけないということです。それではもう一回スライド戻ります。はい、では1番と2番まで来たところですね。じゃあ3番目にすることです。これは取引先との情報の共有方法をどうするかについて次は検討をしないといけません。インボイスの要件を満たす書類が作れると、これを追加すれば満たすよねってなった場合ですね、その書類を一体今後取引先とどのように共有していくのかということを方法を考えないといけません。今まで通りデータでやり取りするのか、それとも今まで手書きでしていたところのはデータ化するのかどうかというような情報共有をお互い取引先としないとですね、食い違いが起こったりとか、こちら側はデータで欲しかったのに今まで通り手書きのものが来てしまったよというふうになりますと、もう一回再発行をしたりとか、またねこのお互いの立ち位置やり方をですね調整していかなければいけないってことになりますので、もう事前にどういったふうに情報共有していきますかっていうような話し合いをしておいた方がいいかと思います。そして4つ目、これが一番ねハードル高いと思うんですけど、価格の見直しの検討をする必要があります。特にですね、今まで免税事業者で消費税を載せていなかったという方はですね、消費税を載せて請求するというような価格の見直しの検討も一つだと思います。もちろん全員が全員ですね、この取引先と交渉をしたところ消費税を載せることがねできませんでしたとか、まあいろんなケース実際にコメント見てるとあるようなんですけども、もともとですねこちらが請求するもの金額に対して消費税を載せて請求するっていうことはルール違反でも法律違反でもないんですよ。今の日本の世の中は 10% の消費税のルールの下でビジネスが動いているわけですので、それが NG とか消費税を載せること自体が法律違反というわけではありません。そこをね一つ頭に置いて価格の見直し一度もう一回検討してみるのはどうでしょうか。ではここまで売り手としての準備に取り掛かったところで逆を考えてみましょう。こちら買い手、自分がね買う側としての準備が必要になってきます。次のスライドから買い手としての準備について解説をしていきます。まず先にすることはですね、先にやはりですね売り手の方とのね準備が必要なんですけど、それが終わりましたら次は買い手としての準備に取り掛かりましょう。じゃあ一体どういうことを考えていけばいいのかと言いますと、まず1つ目、自分のところ自社は消費税の計算をするときに2割特例が使えるのか、また簡易課税制度を適用するのかというのをまず考えなければなりません。この2割特例や簡易課税制度を使うとですね、こちら買い手側のインボイスの保存、要は適格請求書の保存が不要となりますので、自分のところがですね消費税の計算方法をどれで適用していくのかによってですね、この買い手としての準備方法が変わってきます。2割特例や簡易課税制度を受ける間はですね、こちらのインボイスの様式にのっとった適格請求書っていうものを保存しておく義務がありませんので、この2割特例や簡易課税使うっていう方はですね、ここでもうね買い手としての準備はないってことになります。ちょっと今ここで2割特例や簡易課税制度の話が出たので、消費税の計算方法には何があるのか簡単に見ておきたいと思います。
はい、こちらが消費税の申告の計算方法になります。今まではですね、一般課税と簡易課税という2種類の計算方法がありました。そこで新しい計算方法として、これ軽減措置、緩和措置なんですけども、2割特例という計算方法が認められることになりました。そしてどの計算方法で、消費税を計算するかっていうのは選択可能です。ここ注意点なんですけど、2割特例はですね、免税事業者の方が今回インボイス制度の登録によって課税事業者になった場合にしか使えませんのでご注意ください。もともと課税事業者、もう消費税の申告をしてるって方は2割特例は選択できません。今まで通りこの2つの方法から選ぶということになりますので、そこだけ注意してください。はい、ですので、まずここで自分の消費税の計算方法がどれを適用してやるのかということが非常に大事なポイントになります。そしてこの今紹介した2割特例についての詳しい動画出してますので、2割特例使う予定かもとか、2割特例ってどんな計算方法って気になる方はこちらの動画必見ですので、しっかりと見てください。はい、そしてこの1番の計算方法をね、どの適用するか決めてクリアしたらですね、次受け取る書類の確認をすることになります。仕入れ先からのインボイスの保存が必要だとなった方はですね、こちら仕入れ先から受け取る書類を確認しなければなりません。請求書、領収書、納品書等にですね、きちんと先ほど紹介したインボイス適格請求書と呼ばれる要件がきっちり6つ、1番から6番記載されているかどうか、要件をクリアしているかの確認が必要となってきます。そしてさらにですね、区分記載の確認が必要になってきます。この3つ目のポイント、どういうことかと言いますと、仕入れ税額控除には経過措置というものがあるんですね。この経過措置について簡単に次のスライドで紹介します。はい、こちらが経過措置になります。制度がね、スタートした6年間は免税事業者から課税仕入れをしてもですね、経過措置として控除できるっていうものが設けられてるんですね。こちらの国税庁からの表を見てください。3年間は 80% 控除が可能です。そしてですね、3年経過した後は免税事業者からの仕入れ、課税仕入れについて3年間は 50% 控除が可能。合計6年間は 80% 控除が3年間、50% 控除が3年間というふうな流れになっております。ここもしっかりと押さえておいてください。というわけで、何をしなければいけないのか、スライド戻ります。はい、買い手としてしなければいけない3つのポイントは、今言ったように経過措置がありますので、どこの取引先が 80% 控除を使う会社なのかというのをですね、区分しておかないとダメなんですね。自分の中で経理をするときに 80% 控除を使う取引先、仕入れ先がどこなのかというのを確認しておかないとですね、決算の時になって慌ててどの仕入れ先がこの 80%、 要は経過措置を使うのかということを確認する作業をしてますと、ちょっとね、決算の時期になってから遡ってってなるとかなり大変なことになってしまうので、やはり10月のスタート時からどこの仕入れ先が 80% 控除、この経過措置を使うところなのかっていうのを確認しておかなければなりません。そういうわけで3番が区分記載の確認というふうに文章で記載をしております。そして最後やること4つ目ですね、仕分けと計算方法の確認をしておきましょうということです。これは経理上の問題なんですけども、経理の仕分け方法が今回のこの経過措置が入ることによって変わってきます。これは会計ソフト使ってる方はですね、自動的に対応してくれます。80% 控除、50% 控除なのかっていうね、選べるようになるんですけど、経理やその他、まあ自分が経理をしている時には自分が、誰かに経理をお願いしている場合にはですね、その経理の方にですね、仕分けの方法の共有をしておかなければですね、インボイス制度がスタートした後、スムーズに経理ができなくなります。そしてどの計算方法を自分のところは使うのかっていう確認をしておかなければですね、いろいろとまずいことになりますし、また簡易課税制度はですね、事前に届け出が必要になります。なので簡易課税制度を使う場合には届け出が必要ということもね、押さえておかないとですね、自分は簡易課税使うんだって勝手にね、イメージをしておいて、実際に簡易課税を使うんだと思い込んでいてですね、実際じゃあ消費税の確定申告時期が来たという時に簡易課税制度の届け出が出てないですよってなった時には、簡易課税制度は選択できないということになりますので、非常にね、大事なポイントですので、しっかりとこういった計算方法の確認、届出書をきちんと出しているのか、自分たちは2割特例に該当するのか、それとも簡易課税制度を適用するのかというのをよく考えておかなければいけません。こういった面も含めて、この買い手としての準備1、2、3、4を挙げさせていただきました。
はい、本日のまとめと注意点です。今言ったようにですね、インボイス制度かなりややこしくてですね、きちんと制度について理解しておかないと、また届出書関係がね、逃してしまうとですね、自分が損をしたり、こんなはずじゃなかったっていう風なことになりがちですので、事前準備、早めに準備が絶対に正解です。そしてですね、これらのやり取り、取引先といちいちどういう風なね、これから情報交換をするのか等々、めんどくさいって思う方多いかと思うんですが、これらのことは取引先の信用につながります。ここの経営者の方はこういったことまで考えてくださってるんだとか、これからのね信用を続けるかどうかの信用にもつながりますので、やはり早め早めに対応しておくということがですね、非常に大事なポイントになってくるかと思います。そしてシステム改修の時間も必須必要になってきます。新しいシステムをインボイス制度によって導入するなどなど、またね、電子帳簿保存法に対応する方などなどですね、最近はこのようにシステム改修、新しいシステムを導入するっていうような方が増えてくると思います。そうするとですね、そういったシステムの使い方、またそれらを学ぶ時間っていうのが必要になってきますので、効率的にもうスタートと同時に作業できるように事前に準備をしておくっていうことが一つのポイント。そしてシステムになれるまでの時間も必要ですよっていうことを頭に置いて動いていきましょう。もう10月まで本当にカウントダウンです。そして先ほどもね言ったように、消費税関連の届けでは要注意です。こちらはですね、なかなか情報を個人自営業フリーランスの方が得るということは難しいです。顧問税理士をつけてる方は顧問税理士に確認を取ればいいんですけども、そういった顧問税理士をつけてないって方はですね、税務署の窓口があります。税務署の窓口に確認をする、もしくは電話で確認を取るというふうに心配な方は必ずするようにしてください。そしてもしですね、もうこういったことに手が負えない、またインボイス制度がスタートして初めての消費税の申告が不安すぎるという方はですね、早めにこちら税理士を見つけておくという必要があります。今年度はですね、インボイス制度が入ることによって確定申告が混乱するのではというふうに私は個人的に考えていますので、その時期になってですね、税理士を探したとしてもおそらく見つからないんじゃないかと思うんです。また見つかる確証もありません。もし必要だなと思っている方は、税理士を早めに見つけておく、確保しておくっていうことも重要なのではないでしょうか。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で税理士にいつでも質問相談をすることができます。こちらオンラインサロンは Facebook の非公開グループで運営をしております。そちらのグループ内に投稿していただけると、私が直接文章で返事をする、ちょっとチャットで質問するみたいなイメージを持ってもらえると分かりやすいと思います。2つ目、サロンズームを開催しています。定期的にズームを開催してますので、そちらのズームで直接私に質問相談することもできますし、またメンバー同士、皆さん起業してるメンバーばかりですので、情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。平日毎日私がビジネスについて記事を投稿するんですけど、そちらの記事を読む権利がオンラインサロンに入会すると得ることができます。経理税金が新しい情報、また SNS の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げてる情報になりますので、ぜひ皆さん気になる方、入会の方お待ちしております。オンラインサロンについての詳しい情報はリンク概要欄にありますので、一度ぜひ覗いてみてください。はい、ということで YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。私はまた他にいろいろと SNS をやっております。 Instagram、Twitter、Voicy に Threads、TikTok ありますので、それぞれねぜひ少しずつ違った内容を投稿してますので、気になる方フォローの方お待ちしております。またビジネス書を2冊出版しております。1つ目がインボイス制度、いよいよ10月からということなんですけど、30分でスパッとわかるインボイス制度の分かりやすい Q&A ブック出してますので、こちらの方。またもう一冊はですね、フリーランス独立起業に必要な経理税金節税確定申告が一冊にギュッと詰まった Q&A ブック出しております。こちら2冊とも Kindle 版、 Amazon、 楽天ブックスから購入できますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画も以上になります。いよいよねインボイス制度が近づいてきていますので、皆さんしっかりとですね、買い手側として何をすればいいのか、売り手側として何をすればいいのか、しっかり押さえて準備万端にしてインボイス制度に臨みましょう。またインボイス制度はね、先ほど冒頭に紹介したようにたくさん動画私出してますので、自営業フリーランスが路頭に間に合わないように、また情報を知らなくて損する方が一人でも減るようにっていう思いで動画一生懸命作ってますので、ぜひそちらの動画見ていただければ
けると嬉しいです。またいいねや高評価ボタン、コメントいただけますと励みになりますので、ぜひぜひお待ちしております。それでは本日の動画は以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。